無意の奥山、第44回、2015年11月7日、梨崩し、現有早急。梨崩しは、本来は、梨崩しと書く。返済すべき借金などを少しずつでもなし、借金の山を崩していくことである。しかし世の中では、ここから転じた別の意味の方を、むしろ普通に使う。手元の辞書によると、転じて、正式な手続きを経ず、いつの間にかうやむやにすることとあり、要例として、既得権を2形骸化していくなどとある。こんなことを考えたのは、久しぶりに原発被災地である楢葉町を訪ねたせいだ。全町避難を余儀なくされていた町村では初めて、楢葉町は9月5日に避難指示が全面的に解除された。それ以後、9月19日には天神岬の潮風荘がリニューアルオープンしたというので、秋の晴れた日に出かけてみたのである。太平洋が露天風呂から一望できるという温泉に、一度は来てみたかった。日帰り入浴は、大人1人700円。それでこの雄大な景色とお湯に浸れるのなら儲け物である。ただ、来ているのは復興関係者とか、郡山や福島、仙台などからの客が多く、地元客はむしろ少ないという。それもそのはず、町内の家々は立派だが人影は少なく、まだ洗濯物などの生活臭がほとんど感じられない。聞けば帰還率はおよそ数パーセント、確かにカーテンの閉められた家が多いのである。町の中を車で回ってみると、放射性廃棄物の仮置き場もそのままで、運び出された様子はない。そういえば、あまり報道はされないが、中間貯蔵施設建設用地の買収が進まず、同施設は一体いつ着工できるのか、わからない状態である。帰還しない若者たちの不安を除くため、フォローアップ除染と呼ばれる念入りな除染が繰り返されている。しかしその除染廃棄物の移送が叶わない現状では、元住民もそこで暮らすことへの不安を払拭しきれず、子供のいる若い夫婦はほとんど戻っていない。増え続ける汚染水の問題と、着工できない中間貯蔵施設。これだけでも、普通の感覚なら相当に気が滅入るはずである。多くの双葉郡の町村では、帰還を希望する人が元の人口の2割にも満たない。楢葉の知人の寺では、檀家さん100軒のうち戻ったのが3軒、すべて夫婦とも運転できる高齢者だという。このままだと、素晴らしい温泉はあっても、楢葉町の将来が展望できない。楢葉だけでなく、双葉郡各町村の将来には、今からでも大きなグランドデザインが必要なのではないか。オリンピックのエンブレムもいいが、こちらにこそ知恵を絞ってほしい。自治体そのものが、転じた方の意味で、梨崩しになっては困る。本来の意味で山積みの問題を、梨崩しことを進めてほしいのだが、東日本大震災以降、5人目の復興省と7人目の環境省はその辺のところ、どうお考えなのだろうか。2015年11月7日、東京新聞ほか。